はい、始まりました。 NME48 の家からしゃべくりアワー、イエーイ。皆さんこんにちは。 NME48 の小川優香です。平山舞です。はい、出口ゆなです。はい、和田美優です。よろしくお願いします。お願いします。NME48 の家からしゃべってやはスタートしました。この番組は普段は NME48 が各種月曜から金曜ショールーム大阪スタジオより生配信で行っているのですが、今回は自宅から4人でお送りします。はい、はい、今日はマイティこと平山マイと、はい、ゆいのこと出口いると、はい、みゆこと和田みゆが、小川優香とお送りします。この番組はショールームの機能を使って皆さんにも参加してもらいながら楽しく過ごそうという番組です。右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。そしてコメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要なので、まだの方はまずは会員登録をお願いします。私たちとコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ちなみにショールームではユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前の方に出てくるようになります。名前を呼んでほしいという方は前に出てきていただけると話しかけやすいので、ぜひ番組に積極的に参加してみてください。はい、はい、じゃあ早速コメント見てみたい。お願いします。すごい謎なメンバーですね。謎じゃないですよ。なんでなのよね。何が嘘です。嘘です。謎です。びっくりした。なんか共通点があるかと思った。どうやって行くんだろう。コメント読める？コメントは、うん、まだ。まだ。読めた。ゆうかの家は Wi-Fi が悪いからね。ゆうかは小川さんはね、さっきね、はい、スーパーに行ってきたって自慢されたんですよ。そう、スーパー行ってきたのゆなちゃんって言って、あ、そうなんだ、何買ってきたのって、一人暮らししてるからさ、食材かなって思うじゃないですか、うんうん、はい、見てって菓子パンしか入ってなかったです。マジで健康的なご飯食べて。普段自炊とかしないんですか？よく自炊しないの？自炊とか自炊しない。え、しないの？うん、なんか炊飯器お家にあるんだけど、うん、使ってない。使ったことない。なんで？もったいない。ないもったいないね。みんな料理はする？うん、しないです。え、ちょっと最年長。違うんです。最年長してたんですけど、NMB 加入してからちょっと忙しくて全然作れなくて。確かにね、はい、そうなんですよ。いや、はい、うちも NMB48 加入する前はさ、はい、もう暇すぎて毎日作ってたけど。もう終わってから入ってから全然使ってない。そうですよね、こんなにずっとコンビニでご飯。ゆいなさんすごい料理上手なイメージあり、はい、いやズボラ飯しか作られへん。でもズボラ飯が一番美味しいですよ。そうやんな、わかるわかる、はい、一番ハイカロリーやけど、はい、マイティは？私も全然作らないんですけど、さっきお昼ご飯に、うん、なんかサーモン漬け丼みたいなのを作ろうって言って、美味しそう。ごま油入れすぎて全然美味しくなかったです。いや、ドロッドロだってさやな、めっちゃ油っこい、油っこいかけて。なんかマイティとか何でもできそうなイメージあるけどな。いや、もう全然。え、全然か。その可愛い顔したら無駄やで。全然できないです。なんか、ほんまに、ここさ、優香とかさ、優香うちにとっては後輩とあんま喋ってるイメージないんやんか。あ、うん、しかもさ、グループ違うやん、ナンバトルの。はい。喋ったことある？ゆうかと。ゆうかさんお話ししたことあんまなかったです。そうですね、小川しかない。小川なんか練習してるのを
練習してほんまですね、はい、見たことがあって、そうですね、同じ、はい、同じ部屋で一緒に練習しましたね、喋らずに気に、はい、マナティさん通して話しました、うん、あーなるほどねマイティーは喋ったことないか、あんまないですね、あーそうなんや、じゃあ今日の機会にね仲良くなってもろてお願いします、はい、ゆいなさん結構なんかゆいなさんはなんかもうフレンドリーな感じで、めっちゃほんまに人見知りしやんからさ、確かにそう全然喋れちゃう、なんだってゆうかも実はオーディションの時に、このゆうかはオーディション期間中はずっとレッスン場の角の隅に一人で育ててんやん、壁と見つめ合いながら、怖い怖い怖い、それでも喋りに行ったからな、うち、すごいそう、もう壁と友達なんじゃないかぐらい、もう壁とこんな距離でずっと座ってたからやばい、大丈夫かなと思って、あ、壁にもたれてるんじゃなくて壁と向き合ってた、みんなの方向いてくれへんかでもゆうかはね全然あの、うん、怒ったりしひんから、ぐいぐい話しかけていってあげて、人見知りしてるだけやから、わかりました、めっちゃふわふわしてるイメージが、うん、めっちゃふわふわしてる、それは変わらへん、ね、全然サバサバはしてないけど、サバサバぜひおすすめです、私のおすすめの、おすすめのおすすめの人ですかあの仲良くなってほしいメンバー、あ、わかりました、お願いします、優しいです、はい、癒される確かに、はい、逆に7期生に人見知りするメンバーとかいないんですか、アイズとかは、ああ確かに、あ、うん、確かにアンジュちゃんずっと緊張してるイメージ、うん、緊張してるやんな、私たちにも敬語とか使うんでしょ、いや、何されてたっけとか変なとこで敬語使って、あれだ、ナンバトルの決勝大会でマイク持つ、うん、プレイしますね、手入るんじゃないのにな、礼儀ドイツすごかった、野縄跳び100回以上飛んでて、ねすごいよね、うん、あれほんまにすごかった、けどアンジュちゃんとかなんか殻殻殻破ったらめちゃめちゃなんか面白そう、あ、なんかやってくれそう、吹っ切れたらなんか面白くなりそうやなってめっちゃ思ってる、うん、確かにすごいですね、うん、アンジュは7期生な、うん、うちはさウインクやったからさ、はい、7期生とあんまり交流する機会なくてさ、確かにそう、みんなが新鮮、うん、すごい、ユナと仲いいですよね、めちゃくちゃ、ユナはな仲いいっていうよりかはちょっと、はい、ひつき虫っていうか、はい、取りつかれてるって感じかな、ね、確かにユナはなんか似てるからな、はい、あ、ユナもめっちゃ人懐っこいんですよね、な、似てる、うん、似てるな、自分でももう似てるなってパフォーマンスとか見てても似てるなって、そうこの前さ、うん、声あったやん、はい、7期生、はい、インディーアイドル、はい、そのオープニングの2曲ぐらいかなだけリハーサルで時間あったから見ててんけど、え、そうなんですか、そう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 、なんかそうセブンティーンと声だったお酒かな、見ててんけど、なんかユナの踊り方とか見てて、あれ初期のうちに似てるのめっちゃと思ってやばいやばいやばい、あれうちに似てるわと思って、みんな色の良さがあってすごい良かった、はい、初めて生で見たからさ、ビルビー、あ、リハーサルやったけど、そうなんですね、恥ずかしい、あのユナ見たら、パフォーマンス中にユナ見たらいつも元気もらえるんですよ、あ、私ももっともっとやらなって、ユナ見たら思うって、そうなんですよ、確かにな、研究生公演とか懐かしいな、ユカ号泣やんな、ゆいなさん汗すごいですよね、いつも、今も汗すごいで今も今もすごい、思いました、今もすごいから、いやもうもうな、固定部屋終わってから前髪あんまおろしたことないからファンの人にどんだけ反対されても前髪あげるからでもな、はい、研究生な、なんかいいなって思う、やっぱりキラキラしてるなって見てて、頑張ってほしい、うん、な、自分たちの研究生の時なんか、うん、あんなキラキラしてたかな、してましたよ
なんか汗のせいでドロドロしそう、めっちゃ。それはもうなんか汗だくやったからな、みんな。汗かかへん子でも汗かいてる公園やったから。へ、うん、夢にぎ公園めちゃめちゃきつそうなイメージあります。うん、いやーもうほんまにしんどかったけど、うん。ずっと踊りまくってる感じ。でもそれはどんな公園も、うん、どんなライブが来ても。そう、全然しんどくない。すごい。まあ、うん、そうやな、しんどくない。年もあるからさ。やっぱり。わかります。な、少しもあるじゃん、ちょっとあれやけど。まあまあまあ。研究生で鍛えられたことって結構でかいから。これからもキラキラしててください。はい。キラキラ。あります。頑張りましょう。初めはこのコーナーに参りましょう。はい。はい、NMB48! イェーイ、はい。このコーナーはメンバーの身の回りで48時間以内に起こったお話や写真を初めて発表してもらおうというコーナーです。それでは、から参りたいと思います。はい。はい、私の初出しはこちらです。じゃん。電気切れた。ね切れた。これが面白い。あの、お風呂の電気が切れてしまって。あら、お風呂。はい。でこれはちょっと48時間より結構前からなんだけど、うん、あれでもあのね電球なの、うんうんうん、電球なの、そう電球なの、いろんな電球の中になんか覆ってるみたいな感じ、あ、うん、なんかお買い物難しいじゃん電球って、確かにね、何ボルトとかありますもん、ね、あ、そうそうそう、はい、よく思わない、うん、うん、大丈夫かなと思って真っ暗のまま今も入ってます。怖い怖くないんですか、意外とねお部屋のでこの電気が助けてくれる、あ確かに、あでもリラックスできそう、めっちゃ落ち着きそう、お湯に着く時とかはなんかわざと暗くてもいいんじゃないか、うん、ね、あの私のお母さんもしてた昔、あ、そうなんですね、うん、今もしてるかも、外の電気だけで、使った方がゆっくり、まあ寝ちゃうはらしいけど、ちょっとリラックスすぎて、けどキャンドルとか炊いてもいいかもね、わーおしゃれ、めっちゃ100円とかで売ってるから安いし、ね、電球より電球じゃなくてキャンドル買おうと思います、キャンドル買ってきて、そうですね、それでも何も考えやんでいいから、はい、リラックス、怖い、いいねいいね、じゃ続きまして、はい、私の初出し NMB はこちらです。麻雀。麻雀。麻雀そこもしもいるか。どういうこと？何？麻雀でした。麻雀。あの NMB48 の麻雀てっぺんとたんでてアプリあるじゃないですか。あるね。で、あのなんか今あの超絶可愛いで一緒やったももねさんがなんか写真集イベントみたいなのをやってるらしくて。うん、なんか手伝いたいなと思ってアプリを入れてみたんですけど、うんうん、もうやり方が全然わかんなくてあで前も一回入れたことがあったんですけど、もうわけわかんなくて、うん、もうなんか2分ぐらいで消しちゃって、うん、もう今回こそは頑張ろうと思って、うん、なんかガイドがあるんですよ、うんうんうん、でやり方わかんなくてもそのガイドに従ったら、うん、なんとかできるんですけど、うん、うん、なんか今のところ全勝しててやり方が、もう全部ガイドのおかげなんですけど、からちょっとマジですごいな、もうまだ7期生がその麻雀のやつには出てないので、うん、いつかのためにもちょっと麻雀攻略本とか買おうかなとか思ってます。置いていかれる。いや、優香も結構麻雀できるで。すごい。あのうちとゆうか結構あのイベント麻雀とかでイベントとかあったりするからこれからあると思うけど、ゆうかは意外とできるよな、ゆうか、なんかチーとかパンとかポンとかありますよね、わかんない、わかんないのやったことなかったんだけど、それこそに従ってやってたら、はい、なんか分かるようになってきて、本当だね、ガイドに従ってやってたら意外と分かるようになる、なるほど、うん、
ね、なんか最低限のことはわかる。わかるわかる。なんかこうしたら勝てるなとかも分かってきた。うん、だからいっぱいやってください。今朝そろそろ7期生もね、麻雀出てきてほしい。ね、ね、やってみたいです。ね。そろそろ4月も入るし、分からんけど、ね、まだそんな撮影とか見てやってないか知らん、分からんけど、そろそろメンバーにも私、はい、楽しみにしとこうか。ガチュヘッドの楽しみにしとくわ。はい。じゃあ続いて私行きたいと思います。はい。出口ゆいなの初出しは、じゃん。出口ゆいな、ハマってる食べ物3月バージョン。イエーイ。なんか、私、ご飯好きなんですけど、はい。なんか最近ハマってるものありまして、はいはい、それがアサイとプロテイン、えめっちゃハマってて、はい、そう、なんかあのさ、公園でさ、アサイジュースよく差し入れでくださるじゃないですか、わからん。ウィンクはそれしか出ないんですよ、はい、本当に、そう、ウィンクの定番はアサイジュース&ヨーグルトっていうタリーズの、タリーズコーヒーのインスタにもアップしたんですけど、はい、もうみんなそれがもう絶対もう必須で、でもアサイってそんなにお店ないんですよ。そうですね、なんかなかなかないんですけど、ちょっと最近それを探るのにハマってます。どこあるやろうって、あ、最近も食べました、アサイ。そうだから、ほんまにあのね、やっぱね、ウィンクってちょっと平均より高いんですよ。7期生もいないし。うん、ああ、確かに。そうそうそう。だから、あのね、やっぱ公演前とかになると、やっぱめちゃめちゃ動くし、油もんとかみんな食べれへんから、うん、みんなアサイジュースとフルーツで乗り切る。健康的ですね。そう、健康的、うん、あ。やっぱ健康を大事にしていかなあかんからさ。はい、で、プロテインはなんかハマってる、はい。なんか。ムキムキになっちゃう。ねえ、そう、なるって思うけどさ、やっぱりなんか、はい、なるの、タンパク質の方が大切やなと思ってきだして、最近は毎日筋トレも始めたから1日に1回は必ず飲む人、すごい。なんかね、やっぱね、高校卒業してからなんか生活習慣悪くなったから、ちょっと正そうと思って。気をつけて、マイティも。はい、来年から。やばいんですけど、違う、気をつけて、はい、生活習慣で大事よ。はい、じゃあ、そんな感じです。私の初出し NMB は、はい、初出し NMB、 あ、間違え、え、あれ、誰と何してんねんです。何何なんか今日お昼ナンバ行ってたんですけど、あのナンバってめちゃくちゃハト飛んでるじゃないですか、うん、あ、飛んでるね。であの都会のハトってなんかめっちゃ人慣れしてて、でなんかその人が近寄っても逃げないんですよね。で、その、なんか、鳩と鉢合わせしてしまって、で、その鳩と、なんか、お互い、なんか、こんなんなって、あ、すいません、みたいになって、いや、誰と何してんねんってなりました。確かに。鳩と？そう、もう、ちょっと私、鳥が苦手で、あ、もう、あの、普通に目の前、バーンって飛ばれたり、鳩にされて、ナンバで。もうちょっとやめてよと思っちゃいますね。自分に対するツッコミやったんやそれ。そう、え、じゃあ鳩と、鳩にツッコんでます。鳩に、鳩に誰と何してんねんと思っていや、そこに現場にいた人がツッコんでんねやろ、それは。鳩とこんなんなんて、第三者がツッコんでるな。何してんねん、鳩とか。はい、そんなことあんねんな。そんな鳩に直撃してない、鳩飛んでいってくれんのに。え、そうなんですか。ハトはだって私たちと違って羽がありますから。はい。はい、え、でも、有能ですよ。都会のハトが逃げなくて、もう。強いよ。なんで？ハトに見えたんじゃん、ミュウちゃんが。いやー仲間やと思ったんじゃん。私の仲間やと思ったんや。最悪や。ってことでした。はい。え想像がつきました。みゆちゃん想像ついた。いこうやって、あ、かわいい。後輩にはあれか、もうあなたはかわいいよ、一緒。何ここの空気。ポワポワで、ごめんな、ポワポワしてる。はい、じゃあ、はい、でした。NB48 でした。イエーイ、ありがとうございます。
とうございます。はい。では、続いてのコーナーに参ります。NME ホールのしゃべくり相談室。イエーイ。このコーナーは皆様から事前にいただいた様々なお悩みに、NMB48 がどんどんお答えし、バシッとお悩みを解決していこうというコーナーになります。バシバシ。解決内容に関しては一切の責任を持てませんので、何卒よろしくお願いします。何卒お願いいたします。おバカがありました。はい。それでは最初のお悩みに参りましょう。はい。最初のお悩みは、こちら、ペンネーム、ジンゴさんからいただきました。ありがとうございます。季節柄ですが、コロナと並んで、凡人は見えない敵、はい、花粉に打ち勝つ方法を教えてください。花粉だ。花粉ね。私も花粉症です。私もです。私花粉症じゃないです。いいな。私、なんか昔から結構、なんか体質的にアレルギー体質だから、昔から薬を飲むようにしてたんですよ。そこに花粉症対策の薬が入ってるから、まあ、防げてるだけなんですけど、でもやっぱ髪の毛とかに花粉がついてたら肌がめっちゃ荒れたりする。そう、それでめちゃめちゃ困ったことある。なんか、あるやん、女の子得意のこの遅れ毛、ここに花粉がついてる人、ここめっちゃ、痒くなってきたりする。でも一番いいのはさ、最近マスクつけてるからさ、あんま外す機会ないじゃないですか、はいはい、私の友達はマスクの下にティッシュ突っ込んでました。あ、鼻にですか？そうそう、そう、でも鼻に出へんねんっつった。いや、うん、でもマスクそれしてるからさ、まあそうですね、そう、バレへんって。うん、確かに。対処することはないと思う、それで。なんか鼻にしてるの忘れて、たまにマスク外したらめっちゃ恥ずかしくないですか？それはもう自業自得よね。本当に恥ずかしすぎよ。花粉症って他なんか対策してることとかないの？ね、あの、私鼻うがい毎朝してます。そうなんですよ。痛いです。でも、はい、もうなんか鼻詰まってる、もうイライラより痛さの方がマシかなと思って。ああ、うん、そうやね、うん、ご飯の味しないの嫌じゃないですか。あー、そっか。うん、はい、そうなんです。他何かありますか？ある？他は私臭みがめっちゃ出るタイプなんですけど、臭みとか鼻水が、でもとりあえずなんか出せるもん出そうみたいな感じで汚い言い方最悪。でも臭みとかも、うん、もう我慢せずにもう出しちゃえっていう、うん、わかります、わかります。もそもそしてる方が嫌やもんな、はい、そうなんですよ。ゆうかは花粉症のイメージ全然ないけど、はい、花粉症ない、花粉症ないか。じゃあ解決。でも、まあ、鼻うがいとかね、ティッシュ詰めるのもそうですし、はい、なんかやっぱ鼻さ、ティッシュ噛みすぎたらさ、めちゃめちゃ赤くなってくるやん。そうですね。だから私はね、スースーするクリームとかを風邪の時とかはもうめちゃめちゃここに塗りまくって、鼻の中にも塗りまくって鼻通しを良くする。あのリップクリーム、そうしたらスースーして全然大丈夫やね。ベタベタ。あと保湿もされてるから、そうです、ね、赤くならへん。へぇおすすめやで。いや、それでいきます。はい。対策してみてください。はい、やってみてください。ポノピオさんからいただきました。ありがとうございます。彼氏と同棲しているのですが、イライラしてしまうことが多く、自分が嫌になる。みんなが普段しているイライラを抑える方法があったら教えてください。あ、イライラを抑える方法か。イライラすることある？みんなめっちゃあります。ありますね。どういう、自分のことでもやるし、周りのこと。あ、なんか自分がそのダンスの覚えの悪さにめっちゃイライラして、あ、もうずっと叫んでます家で。でも叫ぶこともさ、対策やんな絶対。そうなんですよ、うん、はい、確かにな。めっちゃ叫ぶですかね、イライラ。私は、叫ぶか。はい、ライリーとかイライラしてるイメージないけど。うん、ない。いや、
でもした時はなんかイライラしたら なんか泣いちゃうタイプで、こう涙が出るって。でも泣いたらすごいスッキリするから。そうやな、泣きましょう。泣くことも大事やな。なんか涙活ってスッキリするし、本当に涙活。そう、ゆうかはイライラしたことある？あるよかったよかったよかった、かわいすぎてす、ね、どう、ゆうかはどうやってする？泣く？いや、私はあのお母さんに全部言う。あまあでも人に相談することも大切やんな。確かに、もう結構言ったらもう、うん、触れてる。あー、なるほどね。イライラしたら何するやろ。まあでも人に対してそのほのぴよさんはイライラしてるってことやから。あー、そっか、同棲してイライラしてるってことやから。はい、まあ本音を言うかな。ぶつけることが大事じゃない。そうですね、私もお母さんとめちゃめちゃ喧嘩するし、うん、それが一番スッキリするなってめっちゃ思っちゃうから、ぶつけて、ぶつけちゃえって感じ。そうですね。うん。どうでしょう。どうでしょう。正直、話してみましょう。はい。はい。解決。解決。それでは続いてのお悩みはスパーク翔一さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ、いつもネガティブ思考で物事を考えるときはいつも最悪の状況を想定してしまいます。もう少しポジティブになりたいのですが、うん、今そこにいらっしゃるイグジットユイナさんのようにこうになるにはどうしたらよいでしょうか。めっちゃ面白い。なんかそう流行ってきてるなんで。見取り図さんにさ言っていただいてからずっとそれ流行ってんねんけど。ほんまや、イグジットさんや。なのでイグジットさんなんです。売れてないイグジットです。みんなさどっちポジティブネガティブ？物とネガです。ネガ、ネガって略して初めて見た。ネガね。ネガです。マイティもネガ？マイティポジっぽいけど。結構。でも結構切り替えはパッてできるタイプ。ああ、大事よね。どうやって切り替えてる？なんかすごい心配性で、もうなんかそれもネガティブにつながっちゃうんですけど、まあ、いっか、なんか、どう考えてんのやろ。なんかまあ、でも割り切ることも大事やな、うん、いっか、うん、次って何年やったし次は、うん、みたいな感じで、うん、確かにね。ゆうかはどっちや？ネガティブ。ネガティブ。ネガティブ。みんなネガティブやんほとんど。ポジティブに考える方法やんな。はい、でもその方はスパーク翔一さんは悪い方法を考えちゃうって言ってたけど、うん、なんかもしものことを考えることは大事だと思うけど。いや、そうなんですよ、ね、大事だと思う絶対。でもなんだろうな、いいことも考えるべきやと思う正直、うん、それを考えるやったらそれと同じぐらいの量、なんか これあったらこういうことができるとか、私はそっちかな、うん、もしもの時を考えとくのは自分の感情をもうどん底にさせないために考えとくだけで、別にそこが目標じゃないから、もう一つのポジティブの方の目標を考えて行動する。素晴らしい。すごい。で、ネガって思わないで、心配したからこその対策って。あ、ちょっとめっちゃいいこと言ってたのに消えるやめてもらっていいですか。対策思えばいいんだね。それはネガティブ、うん、ね、なんかネガティブって思っちゃうからネガティブになる。赤井さんも言ってたし、赤井さんが言ってた、ネガティブって思うからネガティブになっちゃうんだよ。そうそうそう、赤井、人間どっちもあると思う、感情はネガティブもポジティブも、そうですね、だから別にネガティブな人なんていない。なんか周りの人がポジティブやったら自分もポジティブになる、なる、確かに、ゆうなちゃんといるとすごい元気もらえる。嬉しい、そう言ってくれて。ねポジティブな人
みよう。うん、まあ確かにね、自分も明るかったら集まってきてくれるかもしれないし、ね、大事よね。ポジティブにいきましょう皆さん。楽しいよ、はい、そっちの方が。ポジティブ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 。何これ。見て、ボス2273220からいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。冬ももうすぐ終わり、春がすぐそこまで来ていますが、皆さんはお花見を行くならどのメンバーとどこにお花見に行きますか？おー、質問です。お花見か、お花見。ゆうなだけはついていきたくないな。ご飯取られそう、めっちゃ。確かに。うちの持ってきたご飯全部取られそう。嫌やな、それだけは。なやっぱなんか料理上手な人と一緒に行ってお弁当とか作ってもらいたい。あ、確かに確かにね。お花見か、お花見とか全然やってないわ、考えたら。いや、私もね、うん、私ミルさんかな。なんか、はい、あのお花見イコール私食べるっていうよりアクティブに動くイメージ。自転車とかバドミントンとかフリスビーとかするイメージやから、めっちゃ、はいはいはい、だから動いてくれる人がいいかも。あ、なんか映えとかももちろん今は多分流行ってるけど、花見でどっちかっていうとなんか気持ちいいところサイクリングしたり、ご飯はその次がいいかも。うん、うん、桜見ながら自転車したりとかバドミントンがいいかな。うん、みんなは？私、桃音さんですかね。桃音さんがすごいお料理上手で、なんか横におったら、桃音さんお料理上手って言った？はい。あ、あのお料理多分上手やけど、それまでの過程めちゃめちゃドジしてはるから。ほんまにもそこも可愛くて、そうやな、めっちゃ可愛いねんけど、ずっとお料理部ですごいドジってはるから、かわいい。すごい、なんか超絶可愛いなって、ももねさんにあれやな、キュンキュンしてるな。そうなんですよ、めっちゃもうなんか普段から女の子女の子って感じで、うん、確かにね、なんかずっと見とけちゃいます。だから一緒にお花見とか行ったらすっごいテンション高くなりそう。かわいいし。かわいい。めっちゃかわいいさ、ケーキとかさ、なんかおにぎりもただのおにぎり、デコレーションおにぎりとか作ってくれそう。ねえな、タコさんウインナーとかも作ってくれそう。確かに、うん。でも絶対その前に一回包丁で手切って、切ってね。怖っ。いっぱいで、ぐるぐるなってる。あの、ぐるぐる巻きできてると思うけど。すごいめっちゃ変なところで、もうすごい先輩ディスってごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、森さん。可愛いから許してください。森さんは可愛いです。じゃあ、マイティア、桃音さんやな。はい。確かに楽しそう。じゃあ、ゆうかとか、みちゃんは？私は、7期生の織坂小春ちゃんかな。なんか私はお花見で、めっちゃもう、ゆっくり、もうお昼寝とかしたいんですよ。お昼寝とかしたいタイプなので、ご飯たんなら一緒になんかご飯食べて寝てくれそうだなと思って。確かに。寝てくれそう。そう、寝ようって言ったら、うん、寝ようって言って。寝てくれる。もう寝ないな、ご飯たん。寝てくれそうなんで。はい。ですかね。いいの、はい、ごはたん、はい、確かにごはたんってなんかピンクのイメージっていうか、はい、桜に似合いそう、めっちゃ、ね、なんかキャッチフレーズも小春日和って言ってるんですよ。あ、そう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 、だからごはたんと行きます。いいな、今年は無理ですね。いい、確かに楽しそう、のんびりしてお花見ができそう、すごい。そうなんです、逆にゆいなさんとは逆なんですけど、うん、確かに。汗だくで頑張るわ、お花見やけど。はい。ゆうかは？私はゆいなちゃんと。嬉しい。ゆいなちゃんは、うん、なんかご飯を、うん、はい、これ食べな、これ食べなって言ってくれるから。やりそう。自分で取れないタイプだから、うんうん、まあ、やってほしい。そうそう、
さ、ケータリングとかさ、昔はさ、あ、実はコロナが始まる前はもう炊飯器の おにあのご飯とか来てんな、おかずも自分たちで予想倍数の形式やってん、そうだから残ったりすんねん、多いから。お弁当とかはさ自分の分あるから持って帰れたりするけど、ケータリングはなかなか持って帰れへんから、白ご飯とか余ったら、あの優香に一人暮らししてるから持って帰れって、おにぎり包んでおこんにゃんおにぎり買ったんで、すごい、持って帰る、持って帰れるおかずも全部タッパーに詰め込んで優香に、すごい大事だね、やった。ゴミ箱に行くよりはもちろん優香みたいな子に食べてもらった方が、ね、お米も喜ぶし、はい、そうそう、だからみんな、あのケータリングとか取られへんかったら一度でも言って取ってきてあげるから、お願いします、ぜひぜひ。あ、声ゲットした、したか、みんなの来て、はい、あ、これで最後になります。お、はい、マッツーさんからいただきました、ありがとうございます。皆さんは、私4月から社会人なんですが、社会に出るにあたって私より先に社会に出てご活躍されているメンバーの皆さんにお尋ねいたします。メンバーの皆さんが大人の人と接するにあたって気をつけてることはありますでしょうか。めちゃめちゃ丁寧だね。確かに、もう大丈夫やん、そんな丁寧だったら、ね、大人の方と、はい、そうで、マイティとかはさ、今この中で一番年下やけどさ、はい、なんか喋り、やっぱ年が開けば開くほどさ、喋られへんこととかも多くなってくると思うけど、気をつけてることある？なんか気をつけてること、やっぱりなんか挨拶とか言葉の会話、やっぱりお辞儀とかも気をつけてやるようにだってマイティとアンジュちゃんめちゃめちゃお辞儀深いもんね。90度みたいな、たまに90度、昔のうちみたい、うちも昔来ないで今もやけど深いなーと思った。うーん、なんか、ね、うん、大事よね。うーん、ちゃんはなんか就活してたって噂を一回聞いたことあるけど、あ、私ですか？もう出ましたよ。え、でもほんまにニコ、なんか時と場合によりますけど、ニコニコしてて、なんか嫌な気持ちになる人って いないじゃないですか。だから私はもうニコニコってしてます。まあ、はい、本当に元気出るからね、ニコニコ周りがしてくれたら、しなくても、はい、確かに大切よね。はい、笑顔です。実際にナビユに会った時に朝、はいはい、すごい笑顔でね、マスク越しわかるね、本当ですか、わ、ね、かる。はい、ありがとうございます。何、マイティーのみゆちゃんもなんかゲラっぽい笑い方してくれるから、あんまり笑ってくれてんねんなって思っちゃう。めっちゃすぐ笑ってるイメージ、はい、それがでも先輩からしても喋りやすいなって思うから、やっぱり ありがとうございます、やったー。ゆうかパイセンは、パイセンは、うん、でも社会に出て、うん、年上だから、うん、逆に私はなんか甘えるなんか自分か、うん、大人の人がその私という人間がこういうものなんだって勝手に理解してくれて、うん、それに対応して接してくれるから、うん、なんか自分がどうしようって言っても、まあ、確かにさ甘えてるっていうか、まあ、自分がやらなあかんことは全部しなあかんけど、できひんことは本当に先輩方に頼ることも大事だなって思う、はい、そんだけやってきてるってことやから、それで失敗するよりは頼った方がいいかもね、もしゆうかの言う通り、私もそうかな、距離感大事にするかな、先輩後輩はしっかり区別するけど、やっぱり喋りやすい年下じゃないとさ、なかなか会社の中でのコミュニケーションだから愛嬌と礼儀とね、頼りもたまにしつつです。まとめた。いいですね、はい、はい、来ました。何、はい、
はい、それでは本日のしゃべくり相談室は以上です。皆さんからのお悩みはツイッターのハッシュタグ NAB48 のしゃべくり相談室で今日以降も引き続き募集しています。以上 NAB48 のしゃべくり相談室でした。イエーイ。はーい、さあそれでは今週の週替わりコーナーに参ります。はい、今週のコーナーはなりきりクイズです。お、うん、内容はとっても簡単。4人のうち1人が何でもいいので何かになりきってもらいます。他の3人は2回ずつ質問をして何になりきっているのかを当てようというテーマです。はい、まず私からなりきりたい、なりきりたいと思います。はい、はい、なりきってください。やった。じゃあ任せてね。何になりきろ。ゆうかは何でもなりきれそう。怖いな。難しいな。でも俺たちはもう決めたけど、私はもう決めました。何ですか？生き物でも何でも OK ってことですよ。ゆうか、何でもいいよ。何でもいい、何でもいい、何でもいいね。何でもいいよ。もう全然出口犬ちゃんの心臓とかも全然大丈夫。そう、あのゆうやさんはちょっとね、代謝がいいんで鼓動が早いんですが、全然そんなでもゆいなさん絵描き終わった？描き終わった。お、ではじゃあちょっと軽くそのなりきるもの自己紹介を。はい、お願いします。みなさんこんにちは。かわいい。誰難しい。はい、今日もみんなを元気に照らすよ。イエーイ。照らす、はい、これ質問していいの？いや、はい、1人2つかな。出口の1つ目のクエスチョン、それメンバーですか？ノー、ノー。はい、それは生き物ですか？ノー、ノー。はい、それは可愛いですか？ノー。じゃあはい、それはイメージカラーはオレンジですか？ノー。イエーイ。よー、分かったぞ。すごい。オレンジ？大丈夫。はい、あ、違う。なんやろ。それは上の方にありますか？なんて。イエスっぽい、イエスっぽい。イエスっぽい、イエスっぽい。イエス。あー。あー。ど、ど、なに？わわ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 。はい。このワーワーって何ですか？これ何ですか？そもそも疑問。ワーワー。これは、はい、目には見えないです。見えない。これ、これでいいのかな？不安になっちゃう。みんな2回質問しました。はい、質問しました。しました。お、じゃあ、これは、フリップに私が何をなりきっているのか、はい、書きましたか？はい、だよ。はい。はい、だよ。はい。では、皆さん、フリップを、どうぞ、どうぞ。じゃん。やったよ。すごい。正解は元気。ちょっと待ってよ。ひどい。もう合ってる。ちょっと今のでちょっとやる気なくした。なんで？なんで？太陽でしょ。絶対太陽でしょ。確かに太陽、太陽も一緒だね。
意地悪って後輩から言われてますよ。意地悪。すごいね、面白い。意地悪。では続いて難しい。いきます。はい。じゃあマイティちゃんお願いいたします。ね。いやちょっとね結構難しいですよ多分。お。お。なんやろう難しいなんか。いちごのヘタとかかな。いきます。ヤッホー。ヤッホー。私はたまに出てきます。え6つ。たまに？たまに。普段はあんまりいいですね。たまに。たまに。はい。はい。どういう時に出てきますか？こう、まあ、大雑把な時とか。大雑把？はい。はい。それは、生物ですか？違います。違う。え？待って、分かんなくなった。ああ。え？はい。え？はい。それは汚いですか？汚なくはないかな。汚くないんか。いや、微妙なライン。うわ、はい。これは外にありますか？いや、外にあるわけではないね。外ではない。え、待って。あと、ゆうかいタックしたぞ。あと、ゆうかい。浮かんでない。え、何やろう。じゃあ、はい。はい。動きますか？動きません。え？やばい、今の全部狂ったうち。なんでわかんの？え、ちょっと難しすぎたかも。やばい、難しい。どうしよう。ゆうか頼むラスト。これでピンとこなしてくれ。本当に何にも浮かんでない。じゃあ、で、生きてなくて動かない。部屋の中にある、そこにはない。ヤッホー。ヤッホー。え、わからんわからん。ヤッホー。あ、これ？これ？いや、そう。ヒント？じゃあ。出てくる。いや、あの、物ですね。物というか。まあ、多分、今、身につけてる人は身につけてる。でも、ね、でも、うん。何？じゃあ、それは、はい。おしゃれな人ほど身につけてるか？いや、違います。え？わかった。もう無理。お、わかんない。今人によりいや、人によりますね。いや、なんつったんやろ。たまに。うわってなる。なんでたまに？うわってなる。たまに。うわってなる。うわぁ、買わなーって。買わな、買わな、違う、まっすぐだから。なんだそりゃ。めっちゃ楽しい。あ、買わな、なんで買わなあかんの。あ、わかん、書いてみました。私もとりあえず書きました。見ましたか？はい、買いました。じゃあ、どうぞ。歯磨き粉、マスク、け正解は、じゃん、穴の開いた靴下でした。むっつ難しい。なるほどね。あの、ヤッホーは、足の指です。親指か。おー、親指かしらけど。うまいなぁ、マイティ。難しい。マイティ、大喜利とかしてうまそうやな。
やった。めっちゃ難しい。問題出す側も難しいですね、これ。そうやな。何がいいか分からんくない。うん、納得し。よし。なるほどね。私じゃあ次行かせていただきます。はい。はい。なりきん。これもね、そんなに簡単ではないと思います。おお。あと細かいです。意地悪なんで。ええー。じゃあ行きますね。はい。痛い痛い痛い重い重い重いドス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 はい、なりきりですか、はい、はい、どうぞ。それは出口ゆいなさんですか？違うけど出口ゆいなを身につけてます。おお、痛い重い、痛い重い、ドスドス重い、ドスドス重い。これにたどり着くのには一つのキーワードが出てこないとたどり着かないです。キーワード、ドス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 。私も身につけてる時もある。身につけてる時もある。もう身につけてるかな。いや、時もあるかな。それは痛い思いはそのものが痛い思いなのか、それをつけてる人が痛い思いなのか。物が痛い思い。痛い思い。体の一部ですか？一部って言ってもおかしくないぐらい大切なものかな。大切なもの。まあ大切っていうか、まあ、じゃなくても、あれやけど、なくてもいいかな。別に、その物に対して。でも靴下しか思いつかない。とらわれすぎやろ。じゃあ、とらわれすぎや。え、難しい。それは近いかな。ゆいなさん以外のみんなもついてますか？いやー、持ってる人は持ってるし、持ってない人は持ってない。けど、多分、これ結構ヒント。あー、言わとこ。もうちょっと出てきてから言うわ。けど、そうやな、持ってるっていうか、いろんな種類はみんなも絶対持ってる、一つは。はい。はい。それは、値段で表せますか？値段か。はい。1000円から、はい。あるけど、基本は。はい。はい、私のは多分、8000円ぐらいだと思う。私のは多分。私のはね。はい。私のは。私の？激ムズや。楽しい。これ多分めっちゃ激ムズ。当てられたら多分、でも、下もおごるわ、ほんまに。下もおごる。当てたい。ほんまに下もおごる、下もおごる。ゆいなさん、8000円。それは女の子と男の子でどっちかと言ったらとか、なんかあるある。どっちかって言ったら女の子が絶対多いけど、男の子は気にしてる。いや、でも気にしてる子は中に入ってるから痛い。女の子かな、基本は。基本はね、痛い痛い重い。そうだよ。痛い痛い重い。痛いね。痛い痛い重い。重いね。その人重い。なりきったら重い。まあ重いって言われてるのは私なんだけど。これ結構ヒントかも。重いって言われてるの私。あ、あって。重いって言われてるのは私よ。1000円からだもんね。まあでも人によって、その高さは違うかな。書きました、あ、書きました、書きました。結構ヒント言ったで。あ、ま、ちょっと言った気がする。はい、では皆さん一斉にどうぞ。ねえ、はい。お、
よし、くつくつ爪。あそうです、やった。なに、靴の厚底部分カッコ10センチ。めっちゃ高級、この子のこと言ってました。本物だ。おっと、あーそれは重いですね。こう言ってました、この子いじわるや。じゃあ10センチまでね、高さは全然違うのでね。難しい、いじわるをしました。確かに1000人から、ご覧に進む1000人。うわイエイ。はい、そんな感じです。じゃあ次みーちゃん。はい、はい、じゃあ行きます。こんにちは。おり、私はあの服着てなくて。着てないよ。はい、服着てないです。なんで、え、か弱そう。 なんか服着させられてなかったです。え、それはじゃあ、はいはい、生きてますか。あの生きてはないです。モノか。じゃあモノ、はい、デザインです。デザイン、デザイン、はい、私はデザインです。ほんまに目こんなんです。でも目もデザイン、絶対もう絶対見たことあります。それは、はい、あ、はい、あ、どうぞどうぞ。すいません。どうぞどうぞ。毎日使いますか。いや、あの娯楽、娯楽です。娯楽なんかの、あの、はい、あなたたちが求めたら、はい、私が出てきます。おデザイン、はい、それはキャラクターですか。あ、キャラにはまだなってないと思うんですけど、もう代表、うん、それといえば代表的なデザインが私です。分かった気がする。分かれへん、分かれへん。みずちゃんが変だったら多分これ。これって、はい、全員が使ってるわけじゃない。あ、はい、あの買わ、あ、買われたら出てきます。買われた、あなたたちが買われたら出てきます。食べれますか。あ、私自身は食べれないんですよ。私自身は、はい、あのみんな好きやと思います、私のこと。え、はい、何それ。はい、それは、お風呂場で使いますか。あの絶対使われないです。だった。あの私はさ、あ、うん、皆さん言いました、2個言いました。あの緑色です、私は緑色。はい、ちょっと待って、ちょっと。あ、どっか行っちゃった。緑色、はい、私は緑色です。緑色で、あの王冠みたいなものをかぶっています。え、全然ちゃうやん、ちゃってた、うち。お風呂じゃない。でも絶対見たことあります。見たことある。はい、王冠かぶってんの。はい、ウインクしか出てこない。間違いない。私も私もゴリラしか出てこやんわ。なんでですか。求めればもらえるもんな。はい、あの、はい、結構みんな、はるちゃんさんとかよく求められてます。6期生の、はい、はるちゃんさんがよく求めに来ます。わかった、わかった。やるの。はるかでわかった。すごい。わかった。めっちゃわかった。めっちゃわかった。ありがとう、はるか。求めてるな、確かに。多分合ってると思う、はい、恥ずかしい。え、ゆうか、ロッキーやろ。ロッキーだよ。はるかさんといえばって感じですよね。はるかといえば求めてはるかや、ほぼ毎日ほぼ毎日多分
多分ほぼ毎日。オッケーですか。はい。あ、え、これで間違えたらめっちゃおもろいな、うち。もう書いた。では一斉にどうぞ。うん。おお。ばば。正解はスタバのロゴの女の人です。あ、ロゴ。ロゴか。店じゃなくて本物な。ロゴかい。本物持ってた。あ、確かに飲んでる意味。難しいな。見て、うちほんま有料スタンプやと思ってん。なんでですか。もう目がさ、なんかいいやん、こういうなんかこういうスタンプ。かなと思ってんけど。はるかありがとうって感じやわ。はるかさん。大ヒントだったんだね。大ヒントだったね。みんななりきったね。なりきりました。はい、むしろ。楽しかったです。以上。なりきり、なりきりクイズでした。イェイイェイはい。ネッピー48のしゃべくりアワー、もう60を回りました。早っ、うん、おお、おしまくりやん。え、ごめんなさい。いや、でで。多分な、うちの話が長かった。いや、てかさ、うちさ、ほら、ポジティブ、ポジティブ。ポジティブ、ポジティブ。まあね、そんだけいいってことですよ。はい、明日のシャークリアワーは、佐渡のはるかちゃん。あ、そう。お、はるか。亀のジオンちゃん。あと、ジオン、ラキセ。真鍋、アンジュちゃん。出た、緊張しないでできるかな。ここで私たちからのお知らせです。今流れている NMB48 の24枚目シングル恋なんかノーサンキューは実際発売中です。そしてこの番組終了後すぐショールームのこのチャンネルでもミュージックビデオが流れるのでチェックしてください。どうぞよろしくお願いします。お願いします。個人的なお口とか今どうぞ。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です、はい。で、パソコン、スマホともに画面右上にハートマークがあるのですが、それを押すとこの番組をフォローすることができます。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきますので、次配信があった時に見逃さないためにもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。ここまでは小川優香と白山舞と出口優也と和田美優でした。またねー。またねー。バイバーイ。ありがとうございます。バイバーイ。